皆さんどうもどうもよろしくお願いします。ドラゴン TK です。でね、今回もエンタンタワーもやっていきましょう。では行こう。これは、あ、水の中なんや。で、出ていくところはこっちと、で、あっち側に行く道があって、あそこ目指していくんかな。なんか旧神社みたいな、神社ではないけど、なんか建物建てるところ。あ、違うか、こっちではないねんな。こっちは行かれへんな。あそこにコアを持ってるやつおるね。戦っていきたいね、できれば。よいしょ、できたよ。おやっせい。ちょいでいい。いきなりちょっと移動しようかなと思えたら、もう手先に出てくる。どうしないです、タイミングは。どうした、ナイス、痛い痛い痛いな。さあ、いかにするところまでは行ってから終わろうね。それがいいですよ。どんな感じを見ますか。一人進むことが怪しいところなんですけど、だからね、まあ進んだら嬉しいかなっていう感じで行きましょうか。まあ大抵ね、このパスぐらい動画構成しているので、どうか、こっち側か。そうやね、ここから降りて、ここから降りていく。なんかゴミゴミしたやつ、ゴミゴミしたらゴーレム、ゴーレム。なんかいろんなところつなぎ合わせた感じのゴーレムやけど、大丈夫なあれ。しかも絶対あれ、あのサイズでかいやつやな。4とか入っちゃうから、そんな気するわ。痛い痛い痛いよ。食事にね、ああいう風に攻撃範囲があるやつってね、なかなかいいなんですよね。あれ欲しいな。あのゴーレム欲しいな。こいつ、ま、でっか。何これ、マジで何これやねん。これ初めて見たよ、初めて見たよ、ほんまに。今回、前回もね、こん中入ってきてやっとったけど、うん、あ、弱い、あ、いや、全体攻撃やばい。うわ、待って、いやこれ終わらんで、あ、いや、なんとか終われそうかも。ちょっと待って、やばいって、どうしよう。よっしゃい、ちょっと待って、あ、これあかん、これあかんわ。ちょっと終わらんから、ちょっとな、うん、集まり EX のスタンピードフレアを、あとは、あ、じゃあ、あ、お、あとオートでやったらあかんわ。ムーンサルトトリガーを、ライダーは、ファイヤース、で、カリンは、懐中ダンスをやっておこう。どうだ？ああ、じゃあ、終われ。いや、無理か。よっしゃい、ムーンサルトトリガー。頼む、うまくいってくれ。いや、終わった、よかった。ちょっと強すぎる。アトラスコア、アトラ、あれアトラスなんや。ちょっと終わらんと思ったから、ちょっと EX スキル使ったわ、さすがにな。あれはちょっとやばいやろ、全体の敵から HPドラインされて、
で、全然ターンがそのまま過ぎるだけっていう。あのアトラスやばいやろ。欲しい。早い早いとこ、ちょっと、早いとこちょっと、ねえ、欲しいわ。ゴーレム、アトラスの。サイズでかいやろうけど。よっしゃ、投げる。ウェイ。怖いよ、デイ、ちょっと待て、デイ。出てくんのかい。で、今回は、うわ、さあ、これは半端じゃねえ。半端じゃねえ、これは。やばい、どうしよう。よっしゃ、はい。メカブレイド行け。おっしゃ、ナイス。おっしゃ、一匹倒れた。けど、ああ、これあかん。これあかんわ。ちょっと待って。やばいやばい。死ぬ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 、こっち。こっち死ぬって。ちょっと、ちょっと。痛い。400は痛い。ちょっと痛い。マジであかんって、これ、ほんまさ。死ぬ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 。あかん。なあ、これさ、やばくね、ほんま。よっしゃ、3匹同士来た。よかったー。よっしゃ、ナイス。ちょっと待てー、もうマジでこれやめて、怖いって。え、2匹おんのか。いやいやわ、マジやめて、怖い。マジで怖い。オッケー、ナイス。よっしゃ、ナイス。オッケー、倒れた、一匹。うわ、こいつ。こいつら嫌や。あかんって、もうやめて、それ。マジで。みんな、あれやって来たら、敵めっちゃうざなってくる。一回倒せてんねんけどさ、ちょっとめんどくさいよ。相手が復活するってなったらさ。8900とか、やば。え、ちょっと待って、VP どんだけなってる。あー、消費が激しい。そうやわな。ターンめっちゃしても、あ、こっちのに何もないと。なるほどね。あれはやめて、もう。頼むから、あれだけはやめて。おー、なんか来たよ。あれ？なんか、変な形の岩がある。変な岩の形？どうしたの？先に人影が見えないか。あ、本当だ。あれが修験者かもしれんな。よし、行ってみようぜ。うん、まあ行ってみよう。よし、行ってみようかどう。それは違うよ。あれ出てこんといてよ。敵さ、やばいって。倒しても倒しても意味ないから。使った。ナイス。よしはい。おお、一発や。よし。お、よかった。まだ攻撃でよかったって思うし、これが。こいつな、ユズレハやばい。ユズレハはほんまにやばい。ゆずり派と、ゆずり派2体おったらマジでやばい。敵がだんだん、うざなってくるっていう。お、上に誰かある。え、あれゴーレム？え、嘘。ゴーレムか、あれ。上行こう。そう、行けるで、そう。わ、まだ、あ、まだ、はしごか。死後多いな、ほんま。完璧ってか、治ってたからさ、それ多いのは分かんねえけど。お、あ、やっぱり増えた。え、あれ誰もいない。え、おかしいわね。さっきまでこの岩の先っぽに人がいたわよね。うん、いたいた、絶対いた。あたし、目いいもん。目いいもんか。一体どこに行ったのだ。修験者って人嫌いっぽいから逃げたんじゃん。逃げたんじゃん。おう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 。
黙って聞いてりゃ好き放題言ってくれるな。え？なんだこいつ。え、なにこれ。なんだこいつ。もうねえだろ。兄ちゃん、修験殿を探しに来たんだよな。そうだけど。俺がその修験者だよ。ええよ、こいつ。え？え？イメージと違う。違う。イメージと違うだ。うひぃ。横文字なんぞ使いやがって。へとかでな。ベランメイ。ベランメイズ。言い方。だってさ、なんていうか、修験者っていうと。そうね。もっと物静かで、悟りきっていて。悟りきっていて。あとは、威厳もありそうよね。まあ、ありそうやわ。あ、いった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 。あ、いったったった。これだから、下界のやつらは嫌なんだよ。下界なんよ。そんな常識にとらわれてちゃいけねえよ、お前さんたち。うん、確かにそうかもしれませんが。お、いいね、兄さん。あんた、ちょっと話がわかる感じだね。それに引き換え、他の三人は。他の三人はが全然ダメだな。うるさい。コタクはいいから、俺に秘術を教えろ。やらこった。やらこった、ほんま。そんな。落ち着け、ハツマ。機嫌を損ねて教えてもらえなくなったら困るだろ。わかったよ。願いします。教えてください。嫌なこった。嫌なこった。大体なんだおめえら。京都門は一人もいねえじゃねえか。どっから来たんで。横浜シティ。私とライガはロンドンシティ。ジャンクシティ。うへー、東の方ばっかじゃねえか。あー、やだやだ。俺はよそもんは綺麗なんだ。あ、綺麗な。京都の人か。さやかさんについてきてもらえたらよかったのにな。うん、今、おめえ、さやかっつったか。言ったけど。言ったけど。うん。さやかと知り合いか。まあな。何を隠そう、このライガさんなんて、さやかさんの婚約者だぞ。もっとも、もう。婚約だ。婚約だ。俺の許しも得ずに何を勝手な。いや、けど、そんな義理はないかね。うん、ないと思う。ああ、うん、まあいいや、気が変わった。中に変な。なんだよ、どうして気が変わったんだよ。うるせえ、うるせえ。中に入れって言ってんだろ。なんかちょっと黙りひどい感じがする。このすっとこどっこいか。すっとこどっこい。わかったよ、入ればいいんだろ。入れば入ればいいんだろ、ほんま。入ればさてと、狭いけどまあ、それ我慢しろや。久々の客人だ。茶でも出せたらいいんだがな。ああ、いいから、早く秘術を教えてくれよ。せっかちだな、おめえ。そうやな、せっかちやな。今は師走じゃねえんだぜ。師走、いいから、4月やな、師走ってのは確か。いいか、物事には正しい道筋ってのがあんだよ。まずは、うん、なぜ秘術が必要かの理由を話しやがれ。わかったよ。事情を話せばいいんだろ。で、話して、どうなるの。なるほどね。なんか腕に変なもんつけてる物好きなガキだなと思ってたが。え、わかるんや、一回見ただけ。こんなの好きでつけるわけねえだろ。そうだよね。けど、右腕さんの意志は自分こそこの体の主だって言ってんぞ。そんなのわかんのか。ああ、わかるに決まってんだろ。修験じゃなめんじゃねえぞ。なめんじゃねえぞ。まあ、なめてたわ。ともかく事情はお伝えした通りです。どうか秘術をこの者にお教え願いたい。それはこの者だけの願いではなく、我らの願いでもあるのです。あんた、名は？ライガと申します。ああ、ライガね。おめえ、この小僧を殺す覚悟はあるか。
ん？どういうことです？おめえらが教えろ教えろと迫ってる秘術っつうのはな、聖って名前でゴーレム王時代から代々伝わってきた一種の封印術だ。封印術？封印術？ああや、聖ってのはな、己の心と向き合って力あるものを律し抑えるための術だ。へえ。力あるものを律する、だから封印術なのね。ああそうだ、それだけ聞くとまあいい術に聞こえるだろう。まあそういうの。だがな、律するとか抑えるってことはすなわちその力あるものに干渉するってことにもなるんだ。もしや抑えようと刺激することで逆効果になることもあるということですか？察しがいいな。その通りだ。なるほど。下手に律しようとするとな、食われちまうんだ。え、食われす、怖っ。食われる？ああ、おめえの場合はその右腕の内に秘められた石に食われちまう。ガブリってな、食われちまったらどうなるかはおめえも一度くらいは体験済みなんじゃねえか。それってカリ、ええ、あの時の軍事演習の時の悪魔みたいになってしまうってことね。まあ修行の途中でそうなられると俺も迷惑なんでね。迷惑。この手の修行を頼みに来たやつには一人お供を用意してもらうことにしてるんだ。そのお供の役割ってのは力に飲まれかけたやつを殺すことですな。そうそう、やっぱあんた察しがいいね。察しがいいやつは好きか、ね、そんな感じなんだが、それでも秘術を習得したいかい、兄ちゃん？やる。やるか。坊やを助けるために、それにそれがみんなを助けることにつながるんだって気づいたんだ。俺ずっとみんなに支えられてきた。だから今度は俺がみんなを助けたい。みんなと会うまではさ、一人で何でもできるトウヤにずっと憧れてきた。でもみんなに助けられているうちに分かったんだ、一人で何でもできる、最強になる必要なんかないって。みんなが支えてくれるから、俺が最強じゃなくてもいい、俺たちが最強ならそれでいいんだ。理屈すごい。そのために俺は俺のできることをしたい。アツマだいぶ成長したな。アツマ、アツマ、へえ、かっこいいな兄ちゃん。で、あんたおめえはどうなんだ、殺す覚悟はあるか？あります。アツマ、お男だね。男だね。ほんまに。さて、じゃ修行を始めるかい。上で待ってるからな。準備ができたら来てくれや。修行の内容は始める前に上で説明するからな。はいよ。上で説明するんだね。え、どっから上行けんの？え、ちょっと、ちょっと待って、どっから上行けんの？って思って。左でスティックを倒した瞬間に出てくる。でしかも強いやつだこいつ。ちょっと待って。弱かったわ。弱かったわ。よっしゃ。いやもうそれいらんから。あ、一応いいのか。いやでもいらんわな。あきれて。あきれていらんわ。わしゃい、あともちょい。あともちょい、一残るやな。そこ、決まる。一度、やめてよ。よっしゃ。え、どっから上行けんの？え？いや、ちょっと待って。え、上で始める。え、どこ、上ってどこから行けんの？まあ、今回ちょっとどう、マジか。
まあ、次入れるときもできるよね。登るところ見つけておきますわ。よいしょ。私まだまだ強くなるからね。やばい、VP が少なくなってきた。あ、あれだけ取って終わりましょう。何かな、タブレットかな。旋回もうちょっと私を出してくれてもいいんちゃう。ではそこで終わりにしておいと思います。では次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。もしければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。 Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、YouTube 上でゲームタイトルゴジョン縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と、Twitter の URL と共に書いてありますので、見てください。では、さらば。